おはようございます。今日は25日です。今日は1日世田谷でレッスンをもらいます。昨日ね、話したジーパン穴開いてたっていうやつね。なのでこれがもう一個の黒い方です。明日ね、買いに行こう。はい、準備 OK です。じゃあちょっと生徒さん来るまで待ちます。はい、お疲れ様です。今レッスンが1個終わりました。でこの間にね、ちょっと休憩して、で、まあ、動画の編集とかね、進めていきたいと思います。はい、本日の昼食でございます。今日もね、1合炊きの専用の新しく買ったね、炊飯器でね、美味しいお米を食べます。このお米にね、合うんですよこいつらが。うわー、美味しそう。この間食べてるとこ撮影してたんですけど、データが破損しててね、撮れてないっていうことになってしまったので、今日はそのリベンジです。まあ自分がね、白米を食べてるところを映してもしょうがないんだけども、まあ、それぐらいしかね、撮るものはないということでね、まあ、美味しくご飯を食べてる様子をお伝えしたいなと思っております。今日はデータ破損しないようにね、ビシッと撮影しますよ。はい、来ました、こちらです。1合炊き専用のね、炊飯器で美味しく炊き上がっております。これね、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。うおー、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。うわー、あ、またこっちゃんがお騒ぎします。うおー、いただきます。いただきます。このね、明太子、これご飯で最高でしょ。これいただきます。うまい。こっちゃんないよ、こっちゃんの分は。この鮭うまいな。うまっ、おいしいな。こっちゃんの分はないんです、残念な。分かってます、食べたいのは。その気持ちはよく分かります。おこげが食べたい。これこっちゃん完全に米の味を覚えてるな。むしろ米って単語にすら反応できるんじゃないか。あ、結構取れる、頑張れば取れるぞ。おこげが取れました。よしよしよし。はい、今ね、レッスンがちょっと空きました。それで今夜の動画のアップをね、してみようと思うんですけども、こちら富士 Wi-Fi でアップしてみようと思います。まあどれぐらいアップに時間がかかるのかっていうのをね、ちょっと一応見ておきたいと思います。まあニセコの時はその2時間半ぐらいかかったんだけど、まあ一応ここ世田谷ですから、どうだろうな、 UQiMAX でアップしたことあったかな。いつもここの Wi-Fi に入っちゃってるので、それでもね、あんまり電波よろしくないんですよ。その、YMAX でやってた時も。どれぐらい出んのかなっていう。まあ、ちょっとアップしてみましょう。現在ね、5時40分ですね。で、今ここに編集終わったやつ、Vlog242 って、まあ、今夜の動画ですけども、アップ、はい、しました。
どうですかね。おや、時間が出てこない。これいつもだったらすぐに時間さって出てくんだけど、ゼロパーアップ済みっつうか全然進んでないけど、これあんま速くないってことなのか。どうなんでしょうね、あんまり速度出てないってことなのかな。おや、まあちょっと様子見てみます。まあどれぐらい時間かかるのかっていう、一応5時40分アップしてどれぐらいでアップできるのか。まあその自宅の Wi-Fi でアップしてる時はね、まあだいたい10分もかかってないんじゃないかな、10分ぐらいかな。まあ動画自体もね、サイズ的には3ギガぐらいの動画で、まあ10分ぐらいの動画をいつもこう毎日アップしてますから、まあ実際5分10分でアップ終わると思うんだよね。その後の処理はそれは YouTube 側のあれなので日によって結構違いますけど、アップロード自体はね、だいたい5分10分でいつもだったら終わってます。こいつがどれぐらい出てんのかがちょっとわかんないっていう感じですね。まあちょっと様子見てみましょう。これ結構時間かかるかもしんないな。はい、今ねおよそ1時間ぐらい経ったんですけども、31% アップロード済みで残り時間2時間10分ということでね、あんまり早くないですね。まあ、このエリアなのかって言っても世田谷ですからね、世田谷なのにこれぐらいの速度なのって、それはどうなんでしょう。あんま早くないね。はい、次の生徒さんが来るまでですね、スライドの練習をしていきたいと思います。今日の練習はここまでとします。やっぱ原稿低いとやりづらいですね。よし、はいはいはい、マロンはワンワン言ってます。で動画はねまだ全然アップ終わっておりません。すごく時間かかってます。今だいたい1時間半ぐらいアップかかってるんですけど、まだ 41% です。遅いなフジワイファイ。まあ動画とか見てる分にはいいのかもしれないけどね、その地下鉄とかねビルの中でまあネットにつながるっていうメリットはあっても、まあ出先で動画をアップするみたいなやつは気をつけておかないといけないっていう感じですね。そんなに早くないよっていう感じですね。まあね、場所によるのかもしれないけど、まあ確かにねこの世田谷のここら辺ってね、そのYMAXでやってた時も結構時間かかったんで似たようなもんなのかもしれないけど、まあ明らかに早いとかそういうことはないです。まあどちらかというと遅いですね。210から230で3、4秒見たらわかるよね。もうシュワーっていくんじゃない。どれいく、
え、じゃあ これが普通のやつでしょ、きっと、うん、いきます、お願いします、はい、え、これ今200度、あ、でも来てるじゃん、来てる来てる来てる、おお、おお、これで OK よね、それで OK でしょう、うん、おお、チリソースあるよ、じゃあこれ、うん、いただきますよ、いただきます、あ、ちょうどいい、すごい、これ本物、本物、うん、美味しい、怖くないね、もっとバーってくるのかと思った、高い温度でやったら、うん、わーっていくのかな、うん、うん、それこ私だったら怖いね、ね、でもこれぐらいだったら大丈夫だね、うん、すごい、このチリソースさすがだね、いい、いい、いい、可愛いじゃない、カラフル、ねー、じゅわー、本物だよこれ、うん、完全に、お疲れ様でした、おいしい、サクサク、おいしい、お父ちゃん、登ってきてもあげないよ、本日のレッスンも終わりましたんで帰ります、お疲れ様でした、はい、マロマロ、近い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 、本日のレッスンも終わりましたんで帰ります、おう、はい、お疲れ様、はい、はい、おう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 おうおう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、また明日来ます、お疲れ様でした、どうした、どうした、はい、終わり、じゃあお疲れ様、また明日ね、はい、どうも。